はい、本田です。今回ですね、大塚さんですね、大塚工務店さんのところまで来させていただいてるんですけども、大塚さんが造作キッチンを作られたということで、ここをちょっと案内してもらおうかなと思います。お願いいたします。はい、はい、いわゆる I 型っていうシンクとコンロが一列に並ぶタイプっていうのが一番有名だと思うんですね、はい、そうですね、はい、でそれをまあ壁側につけるか、はい、まあ、対面といってのリビング側につけるかっていうことがあると思うんですけど、はい、まあ、これはその両方を備えたような形で、はい、まあ、2型とか言われたりします、はいはいはい、で僕のところではセパレートというふうな言い方をしてですね、はい、シンクとコンロが別の島にありますよということで、あのしばしばご提案する方法です。なるほど。で今回したかったのはですね、はい、まあ、やっぱりこう壁側にっていうのも一周回っていいかと思うんですけど、はい、ご要望の中でこう対面もっていうのがありましたかね。なるほど、はい、あったんですかね。あの子供の様子見ながら調理できたらいいかなっていうのはありました。なるほど。そうですね。なるほど。ただ10坪11坪ぐらいの1階の4階面積っていうのと、はい、LDK っていうのがこれまあ9坪ぐらいしかないスペースなんですね、はい、その中で小下がりのリビングの半分にダイニングキッチンを収めたかったんですが、はい、しかも階段もあったりとかしたので、はいはい、ちょっとこの幅を狭くしたかったんですよね、うんうんうん、それでいてなくすことは NG っていうことやったので。なるほど。そしたらあのシンクないしコンロの島だけをこっち側に置いて、はいはいはい、そうじゃないものをこっちに置きましょうかと、あのいうことになったんです。で今回の場合は換気扇とかさまざまな観点からコンロ台の方を島にしたんですけど、この逆はあってもいいかもしれませんね。なるほど、そうですね。なるほど、はい、そうですね、はい、なるほど。実際この逆の方がいいかなとかっていうのは住まい手さんとして思ったことってあったりします？いや、あんまりその考えはなくて、どっちかというとこう調理してる時に子どもの様子とかが見える方がいいので。なるほど、なるほど。この形でかなり助かってます。そうですね。結構逆パターンもありますもんね。そうですね。火元が向こうで、はい、水回りがこっちに来てるっていうパターンもあります。これはなかなかまあ、はい、おそらくねダイニングの位置によると思うんですね。あ、なるほど。この、対面キッチンの島の向こう側にダイニングがある時なんかは、なるほど、洗い物が楽になったりとかってみんなが持ってきれた、くれたりするようにってことで、ここがシンクのことが多いんですけど。なるほど。今回この実は横にダイニングがあるというのはなかなか多くはないかもしれません。だからこそこの中身がよく見えちゃうので、ちょっと作り付けのキッチンにして、まあいい感じの面材を使っているっていうのはあるかと思うんですけど。なるほど、はい、こちらも全部もう造作でやってますもんね。これ天板はどちらで用意されてるんですか？そうですね、これ天板はあの茂工業さんっていって新潟にですね、はいはい、ステンレスの専門の工場があって、はいはいはい、まあ、比較的安価でオーダーの天板って言うんですけど、この天板を出してくれるので僕らは重宝してまして。なるほど。例えばこの脇が何センチがいいとかっていうのは、はい、あの自由に、あ、こういうところの寸法まで、そうですね、造作の場合だと自由にしてくれるんですね、はい、あるいはできるだけ寄せたいんだけど、その時最小寸法でいくらですかとかっていうのを根拠にまあ決めていくんですね。なるほど、なるほど、はい。まあ、変な話、なかなか参考事例の実物を造作キッチンで見ることはできないので。そうですね、はい、例えばお風呂、ユニットバスを決めに行くのにショールームに行ったりした時に、はい、そこに展示があるシステムキッチン、はい、なんかをお借りして寸法とかを確かめたりっていうのはよく答え合わせとして使ったりはします。なるほど。造作キッチンってやっぱ当然目に見えないので、はい、これがこれを買いますじゃないのでっていう不安とかはなかったですか？そうですね、本当さっき言われてたように、うんうんうん、あのお風呂見に行った時に、なるほど、高さとかを一緒に見せてもらって、はいはいはい、そこで選ばせてもらったので、はい、意外にそこはあまり不安なく気にならなかった、うんうん、なるほど。そういうのが見れてるといいかもしれませんね。これちょっと高さ実は変えてますかね？ちょっと高いです。高くしてもらいました。はい、ですよね、はい、調理はいいんですけど洗い物の時しかがめるのがしんどいので。なるほど、なるほど。結構高くしてもらって、そうですね、一番高い風に敷いたような。そうですね、はいはい、結構ね料理が得意な建築家の中でも、まあ、住宅作家と呼ばれる、うん、キッチンなんかも上手にこしらえる、まああの師匠たちがいるんですけど、はい、この中で例えば僕がケアする堀部康さんっていう建築家なんかは5センチほどですね、
こうセパレートだったり L 型にした時に真空台の方を上げられるんです、うんうんうん、逆に言うとコンロの方を下げるということをされます、はい、っていうのが例えばこれがガスだったら五徳があるので少し上がるよとか、うん、あるいは IH であってもお鍋ってこうちょっと傘があったりとかするんですね、はい、一方でこっちは洗い物で下がる、そうですね、はい、あるいはここで切るということがあるのでちょっと高い方が楽ちんだということで少しここを耕えることができるっていうのは、うん、この2型セパレートのメリットかもしれないですね。なるほど、これは結構いいメリットですよね、はい、こういうのはちょっと微調整も全然可能っていうのは、はい、なかなかないですもんね、はい、なるほど、いいですね。あとこちら実は食洗機が仕込んでるということで、そうですね、これもパッと見分かんないですね、はい、パッと見同じ面材にしてるから分からないんですけど食洗機が仕込んであると。おー、はい、でもこのまあ食洗機がパッと見分からないようにするっていうのはシステムキッチンでもですね同じ面材を使うということができるので、はいはいはい、その面材をまあ工務店が得意としている面材に変えれば良いのでそんなにまあ難しい話ではないですね、はい、けれどもあまり見えないところの場合はステンレスの色とかシルバー色みたいなですね、うん、一番シンプルなものを選べば僕ら割と天板を白い人造大理石よりもステンレスをお勧めしているので、うんうんうん、まあ、そんなにあの違和感もなかったりもすると思います。ステンレスを勧める理由ってあるんですか？僕もどっちかというともちろんステンレスの方が好きで、でもオーナーさんって結構その人材の方が結構人気なんですよ、まだ。そうなんですね。最近でも結構減ってはきてますよね。最近減ってはきてますね。一周してもやっぱステンレスがねちょっとこう、はい、最初に、まあ、昔ながらであって、はい、人材がすごく流行ってきてまた一回りして、はい、最近ステンのが人気なんですけど、まだここの人材の層にいる人がいっぱいいらっしゃるんで、はい、でそうなんです、あのステンレスの方が人気ですよって言ったら、そうなんですかって言いながら人材を選ぶっていう。そうですね、まあ、一つはシステムキッチンメーカーさんの、まあ、専売特許というか、うん、人造大理石が売りの一つになっているので、はいはいはい、まあ、そうじゃないあり方っていうのを提案するのに、まあ、ステンレスの方がこう振り切ってるので分かりやすいっていうのはあるかもしれませんね、うん、それとここだけ単体でさっきの言ったように注文をするので、うんうんうん、あんまり人造大理石屋さんっていうのが、うんうん、まあ、工務店の近くにいないっていうのはあるかもしれませんね。なるほどね、はい、もうステンのがやっぱりもう気兼ねなくですしメンテナンスもすごい楽ですし、はい、いいとは思うんですけどね。でこういう寸法もこの板と合わせたりできますので、はいはいはい、この辺見つけをね。そうですね、なるほどなるほど。あとはこのセパレートのデメリットとしてよくじゃない方がいいって言われる方はこう振り返る必要があるので、うんうん、例えばお水を入れてこっちで沸かすっていう時にちょっとこぼれちゃうんじゃないかみたいな、はい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 、言われたりするんですけど、その辺どうですかね。いや、私は全然困ってなくて、逆に動かずそのままこう振り返れば、光線でいいから、そうです。振り返ればパッと置けるっていうところで、はい、めちゃくちゃ便利ですけどね。なるほどね。どうしても印象として、ね、確かにここで洗い物してて、そうですね、なんかちょっとこうお鍋とかちょっと持ってきた時に。はい、お野菜洗ってそうですこっち持っていくときにちょっと下がとかって気にされる方もあるかもしれないですね。おそらくですねちょっとお家がコンパクトっていうのもあって実はこの距離っていうのが1メートルもないぐらい、うんうん、80センチとかその程度に抑えてるんですね、うんうん、だからこれをみんなで家事あの炊事するからということで広くしすぎるともしかしたらもう一歩みたいになる。そうですね、はい、なるんだけど、はいはいはい、まあ、その距離感が結構大事っていうことかもしれない。意外と広いとそういったやっぱデメリットもあるので、はい、それは結構僕らも気をつけて後ろが食器棚とかだとやっぱりちょっと一歩歩いて食器取りにもって結構距離があるので割とこれがちょうどいい感じの広さなんですね、はい、実はね。でも意外と奥様ともやっぱりもうちょっと広くっていうふうに言われるんですけど意外と住まれるとあの一人でする分にはちょっと広すぎるみたいなのはあるんですよね。だからちょうどこれがいいサイズぐらいだと思うんですけど。あとはどうですかね、このコンロの横あるいは奥のこの辺の寸法感っていうのは結果的にいい感じですかね。すごい使いやすいですし、なんかまあ揚げ物とかした時に、まあ、油がどうしても飛ぶんですけどなんかここ以上はいかないかなっていうイメージで助かってますね。でなんかこうかぼちゃみたいな結構硬いもの切る時とかは
低い方が力が入りやすいんでここにまな板置いて切ったりするんですけど、はいはい、なんかそれもまな板も置けるぐらい幅があるのでう、ね、結構、うん、使いやすいですね。だいたいあの肘から指先までが身長の4分の1って言われるんですけどね、うんうんうん、僕180センチなんでこれで45センチぐらいなんですよ、うん、だからだいたいここで今40センチぐらい、うんうん、この奥行きで1メートル弱ぐらいっていうことやと思うんですけど、うんうんうん、今おっしゃってくれたように、まあ、30センチ強ぐらいあればですね、まあ、鍋をかわしたり配膳、うんうんうん、はい、できるっていうことで、だからここがないとこっち向いて配膳せなあかんみたいなのがあるけど、うんうんうん、ここがあるセパレートであれば振り向く回数が減るっていうのはあるかもしれません、ね、うん、なるほどね、はい、あとは IH かそうでないかにもよると思うんですけど、まあ、定期のコンロって脇火がありませんので、はいはいはい、基本的に油が飛び散りにくいっていうふうに言われてます、はいはいはい、で今はあの備品の方でお鍋に網状の蓋をしてですね、油が飛びにくいっていうようなものがあるので、はいはい、そういうものを使っていただいたり、まあ、IH に限定をしたりすると意外と飛ばないんだよっていう話はさせてもらってるんです、うんうん、なのでよくシステムキッチンなのかのガラスのついたてみたいなのが、はい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 、ないのでなくてもすっきりできると。なるほど、いけますよって感じですね。はい。IH なんでここも木で。そうですね。思い切って木でやってて、ね、あの一応その特殊な透明の塗料を塗って汚れにくくはしてるんですが、はいはいはい、あのまあ不燃導灯という考え方でこういう思い切ったことができるのも電気のコンロの特徴かなと。なるほどね。はい、そうですね、やっぱここやっぱり一応パネルを貼りたくなりますもんね。あの奥さんがやっぱりちょっと掃除がって言われるんで、はい、メンテナンス手入れがって言われたらキッチンパネル貼りましょうか、はい、まあ、頑張ってタイルどうすかみたいなことを言うんですけど、なかなか難しいところですけど、これでも思い切ってますよね、はい、でもし気になったら後からでも貼れるよっていうのは言ったりしてるんですけ ど、まあ、あの今回は繰り返しになっちゃうんです。曲は結構よく見えたりするのでリビングの一角で、なので、まあ、タイルを貼って印象付けるか他と同じ板を使って雰囲気を出すかっていう時に、まあ、後者を選んだんですけど、結果としてあの奥様の方でちょっとここを飾ったりしたくなるようになってきたっていう先ほどお聞きしたんですけど、それはやっぱりここが板だからっていうのもあるんですかね。やっぱりこう雰囲気はいい感じにはなりますよね、うん、そのつるっとした、はい、板っていうかそういうのよりはやっぱりこの木が見えて、うん、っていう方が植物も生えるので、はい、まあ、結果的には、まあ、汚れはどうしてもつくんですけど、はい、まあ、その都度拭いて、まあ、ちょっとね、うん、どうしてもシミとかはできてますけど、うん、まあこれぐらいだったら、まあ、正確にはによると思うんですけどね、私の中では許容範囲で、はい、なるほど、あの見た目の方がおしゃれにできた方がいいかなみたいな。で結局こう全てに理由付け意義付けするんじゃなくて、ちょっと余白を広めに取ってあげるおかげで、特に何かに使うわけではないけども、先ほどのように油がそこまでは超えなかったり、あるいはここにこういうものを置いてみようかなっていう気持ちにもなると。ありますよね、はい、なんか聞きますと、これちょっと大好きなお花屋さんがちょっと車走らしたところにあって、時々買いに行かれて、これを飾ることでちょっと家事や炊事がこうリラックスしてできる、はいはいはい、はい、いいですよね、こういうスペースちょっとこう、そうですね、ここにあるっていうのは、はい、一番いいのはこの向こう側に窓があった方がいいっていうのは、はいはいはい、家づくり百科の、 あの他の動画でもお話があったかと思うんですけど、はい、まあ、それができなくてもご自身でお花を生けることによって、うん、その場所があればその代わりになるっていうことかもしれませんね。なるほどね。ここもこういうのをちょっと貼るだけでもやっぱり、そうですね、ステンレス感がなくなって、そうですね、これはこれでいいですよね、はい、大工さんで同じ板で加工作って、はい、すごい。あとこの収納に蓋をする、うんうん、あるいは引き出しにするという部分とですね、あ、こういうのも造成されてちゃんと、はい、これも、はい、とこのそのまま開けておくっていうのの今回まあ使い分けをしてるんですけど、このあたりはどうですか。そうです、はい、でもなんか鍋をパッと取り出して、はいはいはい、ここですね、はい、一つの料理だけを作るわけじゃないんで、はいはいはい、何かを火にかけながら次味噌汁作るための鍋をパッと出してくるとか、はい、そういうところは時短で言うほどでもないですけど、うん、まあ、パッと出せるっていうメリットはあるんかなと思いますね。開けたり閉めたりしなくて良いということで、
まあ、少しこの見えにくいコンロの下側っていうのは、うんうん、まあ、思い切ってこのオープンにしている、うんうんうん、なんかこう乾きやすいとか何かこう引き出しがないのでなんかいい感じっていうのはあります？あ、こもった匂いがしにくいとか。あ、そういうことですか？でもそれはない気がします。なんかじとっとした感じはやっぱりないですよね。カラッと乾いてる感じはあるので。だこうやってついでに電子ケトルなんかもね、炊事用具の一部として置けちゃうっていうのはなかなか引き出しだと置こうかなってなりにくいけど、パッと出せないんで、ね、これやったらなんかいろんなものが置けたり、うん、自分の中でルール化して、ね、はい、うん、なるほど。こういうのがなんか造作でもう思い通りになるっていうのはいいですよね、はいはい、でもう一つのオープンはシンク側の下にゴミ箱をこう置かれているんですけど、これもやっぱりここにあったらやっぱり楽ですかね。生ゴミとか楽だし、はい、うん、やっぱりゴミって見えてほしくないんで、うん、はい、ここに収まってくれてたら、はい、部屋の方はすっきりしてるのですごくいいですね、ここにあるのは、うん、これ実際ちょっと炊事してるときは前に出したりする感じですか？あ、ちょっと出してきたりします。ちょっと出してきて、あ、なるほど、うんうん、便利ですね。結構ゴミ箱置き場悩みますもんね。そうなんですよ、あんまり部屋に置きたくないし、はいはいはい、外に出すのも嫌だし、寄ったりとかするとご近所にもあれなので、こうすごい便利です。あとはこの冷蔵庫、あるいはこの家電置き場っていうんですかね、ちょっとこの奥に、はい、これだけあるんですね、電子レンジが、はい、さっと出せるし、はい、やっぱりこの火の元っていうかコンロとレンジが並んでるっていうのは結構いいですか？いいですよ、解凍したものとかをパッと取ってパッと入れる。なるほど。とか、あ、冷蔵庫、解凍、そうですそうです、もっぺん炒めるみたいな。なるほどなるほど。とか、あとなんかあのちょっとこの家なって気分が良くなってケーキ屋でするんですけど、そういうプラスアルファ、ケーキ屋でとかするんですけど、はい、熱いじゃないですか、はいはいはい、天板が、はい、それをパッとここに置くみたいな。なるほど。ここ熱大丈夫なんで、熱大丈夫なんで、パッと出してくるとか。なるほどなるほど。だからそういう動線もいいですけどね。なるほど。まあ、洗い物やあの下ごしらえがするやつは別として、うん、今言ったようなものであれば冷蔵庫から出してあの解凍してここであの調理してこっちで捨てるとか洗うとかっていうことで、はい、ここの四角形というかこの時計回りに、あるいはまあ時計と反対回りにできちゃうの で、うん、で支度が済んだらまあこっちに行くみたいな。そうです。なるほどなるほど。でここからすぐ配膳っていう感じで、はい、うん、そうですよね。動きが本当に少なくて済むので。でそのキッチンからちょっと延長してプラスアルファの収納を作らせてもらってるんですけど、まあ、これはダイニングの用途にもプラスアルファで使えるし、うん、まあ、こうやってちょっと家電が、こっちに行くとかいうのもあるんですけど、僕の記憶が正しければ工事中にちょっとこの辺りは家電はこの辺に置きたいねみたいなことを伺った記憶が、はい、言いました。コンセントとか。そうです、なんか言いました言いました。このつながりとかこのちっちゃい家電とかはどうですか？ダイニングとの関係性とか。いや、すごい良くて、はい、あのパン焼いて、はい、朝パン食べさせたりするときもパン焼いてここの中からお皿取って乗せてそのまま出す、うん、ちょっとだけ、あ、この中から子供、あ、ここに子供さんが入る、はい、子供の子供皿とかね。なるほどなるほど、なるほど、あ、なるほど。さっと出せるし、お昼ご飯、晩ご飯以外の簡単な調理の時、うん、朝なんかはこっちにはあんまり来ずに、そうです、こっちで、ここだけで終わったりとか、ここで完結。なるほど。なんだったら子供たちにそれを自らお父さんとかにしてもらうこともできるので、なるほど。で、かといってこっちから使いたい時も遠くないっていう。あ、そうですそうです。ことですかね。全然苦になる距離じゃないので。なるほど。この引き出し収納とですね、この引き戸の中が可動棚収納っていうのはどうですか？使い分けとかどっちもあった方がいい？あ、でもどっちもあった方がいいと思います。引き出しのいいところって何かあります？なんかね、子供が自分でパッと行って、あ、ここが何々の入ってるところだよって、場所だよって分かってるんで、なんか自分でお箸取りに行ったりとかしてますね。ま、割と用途を決めて限定して分けて入れるのには引き出しが向いてるんじゃないかと、うん、はい、ここはベタッと入れてしまうんで、ここはとりあえずいろんなものを入れて、そうです、まあ、お皿とかね。なるほどなるほど。コップとか。なるほど。ずっとここにおるやつもあるし、もらいもんとか、あの時々おるやつもあるでみたいな感じで自由に使う。自由に使う。なるほど。ちなみにあっち側もそうですか？あっちはまた違う用途で使われてます。あっちは
雑多な炭酸入れたり、ビールを入れたり、あ、ちょっとパントリー的な、パントリー的にもうぐちゃぐちゃですけど、なるほどホットプレート、大きいものとか、あとお寿司の作る時のあの大きいおけ入れたり、ケーキの型入れたり、ね、さっきあのファミリークローゼットが作れない時にリビングにロッカーを作るみたいな話をしたんですけど、その時にまあウォークイン部分があのリビングの部分になるので無駄がないっていう話をしたんですけど、これももしかしたらパントリーという人間が入る部分を作るのではなくて、まあこの居場所の脇にあの作ることによって有意義にそれがそうですね、出し入れもしやすいという、わざわざパントリー行かなくてもここにあるっていう感じなの で、ね、やっぱり入れやすさがないと入れないですもんね。あ、そうですね。なるほど、よくわかりました、ありがとうございます、はい、このキッチンとダイニングのスペースだけで 4.5畳のスペースですよ ね、 そうですね、 4.5 の9畳の中 に階段もあって、はい、ダイニングテーブルもしっかり取りながらキッチンがこんだけ取れるんですよね、はい、でパントリー的なところがあるっていう、それのやっぱりいいのがこのラウンドテーブルだと思います、ですね。実はもともとのプランではですね、これも時々あるんですけど、この延長にテーブルを作るっていうのをやってたんですけど、はい、ここも通れた方がいいし、そうですね、ちょうど4人家族っていうふうに伺ってたので丸テーブルだと収まりがいいんじゃないかなということで、あのこれチークの丸テーブルなんですけど、なるほど、これだとかなりコンパクトにまとめることができると思うので、この丸いテーブルは非常に有効だと思いますね。そうですね、はい、これだけのスペースにこれだけのものが入れば狭小地でも全然なんか狭い感じも全くないですし、はい、やっぱりこう無駄に大きなキッチンとかこうキッチンスペース、ダイニングスペースを取ってるケースが多いんで、そのあとやっぱコストアップにもするなるので、これが本当に参考になればいいと思いますよね。あとはこれ実はこの木目の方向を見ていただいたらよくわかるんですけど、こう斜めに置いてあるんですね、はい、で斜めに置くと必然的に足がですね、こうひし形っていうか、あ、なるほど、はい、そうすると椅子がこうやって置けるんですよね、はい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 、これが綺麗な十字だとこの辺通るときに椅子が邪魔になるとかってあると思うんですけど、なるほど、はい、なんかアクセントも兼ねてこの斜めに置いてこの四隅にテーブルが、うん、椅子が来るっていうのがいいと思いますし、ラウンドテーブルの良さでもありますよね。そうです。あとはまあ開放的な LDK を無理なく建築的に作るときに別段柱を立ててもそんなに邪魔にならないっていうのもこれで分かっていただけるかと思うんですね。なるほど、はい、なんとなくリビング、茶の間、ダイニング、キッチンを分けてくれることもできますので、なるほど、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。5分で終わるつもりが23分です2回に分けてということで今回は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。まあ、この増設キッチン本当に、ね、いいと思いますので、はい、これちょっとスペースでもこれだけの収納がしっかり取れますので、はい、まあ、広ければいいというもんじゃないっていうことは ね、 ね、本当にこれ証明できると思いますので、はい、ちょっと参考にしていただけたらと思います。はい、今日はすいません、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。小野さんもありがとうございます。ありがとうございました。さよなら。ちょっとね、説明が長すぎる